高層に聞こえる駅名グランプリ。人形町。怖い。怖い。怖いわ。タクヤです。たまれえん。あ、怖い。じゃあそれはずるいじゃん。大島です。霊園はずるいじゃん。高輪ゲートウェイ。言い方だ。いやいや言い方だな。新しい駅。和也です。さあということで、はい、今日はですねやっていきたいと思います。はい、幽霊列車。いやー、はい、あのシリーズでしょ。そうですね、あのシリーズ、あのシリーズですね。夜勤、あ、夜勤事件、夜勤事件、犬鳴村とか、はいはいはい、犬鳴村、そのところが作ってるみたいですよ。いや、気持ち悪いんですよ、はい、あれザ・ゴーストトレイン。そうなんだよ、なんか、わーとかじゃないですよね。出てくる人が全部気持ち悪い、気持ち悪いんだよな、じわじわ。雰囲気がね、雰囲気が怖い。なるほど。じゃあやっていきたいと思います。じゃあ誰から行きます。久々だな。カズヤから行く。はい。あ、カズヤもあんの、そういう耳。これ違う、耳全員ありますよ。あ、耳全員ある。なんで俺の半分もらおうとしたの。それが怖い。おお、あ、なに、お、もう聞こえる電車の音。やめてよ、俺は聞きたいんだから。なんだよそれ。クソ、すみません。それネタバレだよ、ネタバレ。そうだよ。ネタバレなんすか。ネタバレ NG だよ。おお。気持ち悪い音。そんなあーっていうほどじゃない。いや、そのきしむ、あの古い列車の感じというか。うん、いい。本当だ、怖い。じゃあ風からいきましょう。はい。はい、それでは幽霊列車スタート。はじめから。はい。さあ皆さん。はい、ちょっと怖いところもあるかもしれないのでね、気をつけてください。怖いよ。田中健介、42歳男、42歳、うん、保険会社営業部長。はいはいはい、いいね、働き盛りですよ、42歳っていうのはね。田中健介、ちょうど江戸紫さんとかと同じぐらいじゃないですか。あ、そうなんすね、うん、おお、すげえ、なんか綺麗な、ね、覚えても WASD が、ね、はいはいはい、押すで、アクションがこの右クリック、右クリック、アクションってなんだ。あ、なんか拾う時とか。あ、そういうことか。シフトで走れて、あ、シフトで走るんだ。イベントリーがタブ、タブね、はい、はい、なんか何あれ、なんか何押すと、なんかアイテム取れるのかな、タブが。そうか、わ、すげえ綺麗だな。これ出れないの。もう出てるんじゃないですか。これこんな暗くしとく、駅の中。ほんとっすよね。こっちだね、逆だな、逆だ。すげえな、わかるもんね、ちゃんと。おい、わわわわわわわ、逆乗っちゃった。下がって。え、積み、あどこで積むんだよ。ちゃんと看板とかもリアルに。ほんとだ、わ、かわいい。なんかこう、あのコス、こういうのあれだよ ね過去作のとかね、とか関わってる方、ガッチマンさんとかね。あー、地下鉄だ。うわ、でもあるよね。あるよね。古いタイプじゃない。結構ね、列車が来るまで時間ありそうだ。タバコ吸う余裕ありそうだ。タバコ吸うの？喉も渇いたし。とお腹が痛くなってきた。この時間はいつもお腹が痛くなっちゃう。わかるわかる、そういうのある。ある。本屋行くとね、お腹痛くなる。いや、わかんないですよ。タバコ吸える場所探せばいいのかな。いや、トイレじゃない。なんか水？あ、違うか。なんか音楽聞こえる。怖い。怖いっすね。誰もいないんだ。なんか下こんな反射してるの変じゃないですか。気のせいか。よく磨いてあるんでしょ。よく磨いてんすね。トイレかな。先トイレかタバコか。トイレ。ケンスケだから男だよね。はい。うん、お、うわ、暗っ。わあ、暗。嫌だな。嫌だな。嫌だね。嫌な。嫌な暗さだな。ここでしたくないな。ああ、嫌だな。めちゃくちゃもう嫌だ。こんなことある？お腹痛くなってきた。だから、あ、なんか印がついてる。トイレ使う？あ、これだ。はい。やめてよ。あ、もうすごっ。うわあ、嫌な空間だね。和式だ。うわ、そっちか。和式。くら。うわ、上開いてる。あ、怖い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 。この上開いてんの嫌なんだよね。未だに嫌だ、本当に。もうし終わったかな。
それ見ないで、見ないでください。出ましょう早く。怖い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 。あー出るよ。いやだ、なんでわざわざ見んだよ。まだ最初だから大丈夫でしょ。まあまあまあ、まあ、出ます。はいはい。さっきあった、あったよ。バケツブラシはあったよ。多分このあ、それはありました、それはありました。そこ右見る。なんで誰もいないの。右見る。怖い。あーよ、なんでこの汚れて途中か。まだ掃除途中でどっか行っちゃったのか、うん、出ましょう早く。おびっくりした。タバコ吸おう。タバコ吸いあります。喫煙所入んない。入ん入れんだ一応。入んないよね。さすがに。あ、すげえ。自販機。喉も乾いたから飲み物。あ、いいっすね。コーラ飲みましょう。お茶だ。お茶だ。ファンタが良かったな。でも見た感じ家もんですねあれは。濁ってました。あやたかか。でもコーラの自販機良かった。あ、ほらガッチマンさん。ガッチマン。喫煙所？あ、これだ。可愛いばっか言ってんじゃねえ。かわいいな。あ、あこれだ。あったあった。喫煙所、喫煙所はなんか結構最新な感じしない、ね、うん、そうっすね。こう分かれてるからね、はい、あ、インフルエンザ、はい、みたいな。入るよ、はい、すげえよくできてんな。いや、タバコっつってもあれだけどね、あの、電子タバコだけどね。あ、うん、そう、今風だ。どっちでもいいんですよ、うん、それすげえ、ちゃんと煙もふわっと。でも、あれがないタイプだね。これ紙タバコだな、でもこの煙の感じ。そう？いや、わかんないっすけど。ふぅ、落ち着く。いや、その本当に吸ってる感じ。周り、あと周り見渡すなよ、声から。いや、そうな、怖いんですよ、それ。やっぱタバコ吸ってる時暇だからさ。なんかこう映ってない。え？びっくりした、やめ、そういうのもやめてください。よし、吸い終わりました。何？え、どういうこと？幽霊列車って電車乗ってからか。どうなんだろうね。もうやることないよね。ああ、もうないよ。戻るよ。音シフトで走れる。あ、あ、なんか来てる。あ、あ、お下がりくださいって。何？あ、来た。電車来た。電車来た。あ、来た。おー、来たからか。すごい。軽いな。どっから乗んだ。どっから乗ってもいい。どっから乗んの。確かに。どこでも一緒。どこでもいい。どこでもいいんだ。それ怖いな。すげえ。誰もいねえじゃん。誰もいないの。そんなないよ。くら。すごいな。じゃあ行きます。え、うん、俺は気に入っている席がある。ベルクラ企画と書いてる。え、左左。あ、本当だ。本当ベルクラさんだ。本当だ。ベルクラさんいる。ベルクラさんだ。二両目の左のシートの奥の角の席だ。二両目の左のシート。これは何両目だ。左の奥の角。オッケー。これ一両目でしょ。ベルクラさんだ。ベルクラ企画。すごいですね。あなたの親切な心見えてますよ。神様的な。すげえ。仙人的な。これが1両目。じゃあ1回。はい。うん。あ、いる人いるわ。いるわ。人いるわ。普通に。この人はですよね。話しかけてみる。くら。うん。あ、こっち見た。怖え。いつも終電、終電に乗ってる。終電なんだね。あ、終電なんだ。うん、疲れてると。いつも乗ってる人ここですね。こんなことある。2両目の席とか。でも先も行けんだけど。先見てみる。え、先見んの。いいか。うん、いいんじゃないですか。怖い。うわあ！びっくりした。何？何これ？セミ？何、どういうこと？ああ！え？
え？今駅通り過ぎ、通り過ぎた？あの駅、俺の駅、俺の降りる駅なんだけど、俺の駅る俺の見間違いか？あ、座ってる女性に確認してみようって。いや、あのセミのせいじゃないの？わかるでしょ、確認しなくても。俺の降りる駅ですよ。あ、びっくりした、いなくなったかと思った。俺の降りる駅あそこですよねって聞いて。お姉さん、めっちゃ変じゃん。すいません、さっきの駅通り過ぎましたよね？え、通り過ぎましたね。でも私が降りる駅はもっと後ですし、疲れていて報告する気にもなれないんです。さっき通り過ぎたホーム、それが降りるホームだった、ホームだった、うん、この状況ではタクシーを呼ぶしかない。最悪ですけどね。余計なお金だわ。でも必要であれば運転手に話しましょうか。確かにいい人だった。彼女が疲れてるのは明らかに目が疲れているのを物語っている。いやいや、自分でどうにかします。そうだよ、わざわざあなたにしていただくなんてできません。うん、俺が行ってきます。ここで休んでてください。いやいや、当たり前なんだけど、そうなんですよね。何なんか男気出してるみたいな。普通のこと。親切心みたいなね。大丈夫ですよね。普通のこと言ってるだけ。わかりました。何かお手伝いできることあったら言ってください。いい人だな。優しいね。あ、なんか明るい。こっちか。そうじゃん、先頭だから。先頭っすもんね。これ2両目。そっち行ってみようか。1両目の。え、なんか黄色のあったな。いや、多分ドア閉めれる。ドアか。ベルクラさんに挨拶して、一礼して、お疲れ様です。開くかな。え、開けれるんですか。あれ、あ、ここじゃない、じゃあ逆側だ。逆の先頭か。先頭。うわ、歩くの嫌ですね、この車両。嫌だな。なんか明るく感じるの、さっきより。ドア開いてるからかな、ここの。そうかもしれないですね。走れんだよ。走ってみて。これ走ってる、走ってる。あ、そんな変わんないね。開いた。お、びっくりした。誰もいない。あ、フルコンさんだ。フルコンさん。うん。動画視聴もっと楽しく。やっぱデドバとかね。ああ、デドバの。暗い。何両あんだろう。誰もいないな。誰もいないな。うん、これで終わり？あ、左見て。え、怖い、何？ほら、島津の鉄砲さん。これあれだ、何だっけ？うん？僕じゃない。島じゃない。いや、その島じゃないんで僕。うん。この方もかっこいいな。デドバだっけ？デドバ。あ、そうなんだ。うん。すげえ。まだあるわ。あ？なんかいません？これ怖いね、怖いね。これやめてほしいな、これ、うん。カニカマさん、カニカマボコさん、カニカマボコさん、いろんな実況者の方が。あ、いる人いる。なんかいますね。怖い怖い怖い。人立ってんな。おじいちゃん？いや、ふさいでんじゃん。なんだよ。座ってほしいな。立ってる必要ないでしょ。え、なんか持ってる。持ってる。怖い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 。何？笑ってる、気持ち悪い。何？何してんの？気持ち悪い。あ、セミ。セミだ。セミが逃げ出したっぺ。3匹も逃げちまったっぺ。どうやってっぺ。どうやってっぺ。終電でしょこれ。あ、俺は急いでるんです。そこどいてくれませんか。逃げられたっぺ。とても気分が悪いっぺ。なんということだ。彼に言葉が届いてないようだ。セミは昔から大嫌いだ。何してんの終電で。嫌な昔を思い出す。セミは嫌いだが腹をくくるしかない。え、セミを3匹取ってこよう。マジ逃げられたセミを。腹くくったな。探すの。あ、いるいるいる。1匹いたもん。え、どこっすか。左。ほんとだ。1匹まとめて渡せるんですかね。先逃げてったっぺ。 いろんなとこ見回してくれっぺ。あ、いる。生きてんのそれ。2匹。ああ、いや、意外と簡単だな。あれ、ちょっと待って、2匹になってる。なってるでしょ。右下に1匹しか映ってないから大丈夫じゃないの。取った音鳴ったよ。まとめていけんのか。
あとどこだ、これだいたい次の車両だっぺ。いや、誰なんですか。あ、違うか、違う、左上、左グーッと左、グーッと左、グーッと左、戻って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 左、よく見つけましたね。どこ、そこ、あの棒のとこ、銀の、あ、本当だ、わ、本当だ、よくわかったね、すげえ、黄色い表示が一瞬出た。普通に見逃してましたわ。オッケーオッケー、これで3匹、で3匹、簡単だね、簡単でした、うん、変なやつ、終電でセミの籠持ってんのね、ぎゅうぎゅうに詰めて1週間しか生きられないのにさ、かわいそうに、なんでこの人に捕まっちゃったんだ、気持ち悪いなこの人。3匹いなくなったっぺ、セミを捕まえないと、あれなんかあれじゃないですか、イベンタリーみたいな開いて、あ、それだ、あ、これであげられるのか、あ、2匹、まあ、一回渡しますか。あ、渡してる、あ、これ手に持つんだ、で、あ、で、あと1匹、あれ、逃がしてんじゃない、それ、よし、あ、いけた、あ、いけたわ、うん、オッケーオッケー、だから 1匹はもう渡した、最初に渡したってことか、うん、どいてくれた、ちょっと揺れてんの、この人、よくやったっぺ。ん、茶色がいるっぺ、え、え、とても気分が悪いっぺ、おめえのだっぺや。誰、どういう、誰と会話してんすか、おめえが逃がしたんだべ、なんだよおめえ、誰に口聞いてんだよお前、デレスケ、なんだこの、お前出てないんで字幕が、ぶっ助かんな、字幕が出てない、おめえが悪いんだっぺよ、なんだよ、もういいでしょ、行かせろよ、もう早く行ってくださいよ、ぶっ助すぞ、ぶっ助すって何なんすか、方言、デレスケ、このお前、おっかくかんな、デレスケって何なんすか、わかんない、おっかくぞお前、何おっかくんだよ。塩さん、もうこんなとこも入り込めちゃうんだ、液晶ちょっと機械があるっぺ、顔がない、おい、どうされましたか、おいって何、どうしたかだって、列車を次の駅で止めてくれ、俺が降りるはずだった駅に止まらなかったんだ、そうだ、ああそうでしたか、変だな、ぼーっとしていたのかも、いや最悪じゃん、最悪、あってはならないことだよ、ご迷惑をおかけして申し訳ございません、顔暗いの、この件に関する賠償金をお支払いします、え、ここに連絡先を書いていただけませんか、怖い、やだよ、めっちゃ怖いな、ジョジョ暗転、すごいゆっくりな暗転だったな、うーん、うーん、じゃあここで、俺やったっぺ、やってねっぺお前、ぶったすぞ、3人いんだよな、そのぶったすって何なんですか。うん、鉄道会社にクレームを入れようとは思わない、そうなんだ、何か事件が起こってるわけでもなくてよかった、いい人だな、今回は許そうと思う、それよりも明日の仕事が憂鬱だ、確かに、俺はなんて人生を送っているんだろう、え、もう次の日になるのかな、おお、あ、お、なるほど、それで一回終わったんだ、日にちがへまたぐんだ、これあの夜勤事件に似たよね、確かに、うん、2日目同じ行動を何回かするみたいな、へ、これまたトイレ、トイレなのかな、タバコ、全く同じ、いや、嫌ですけどね、もうすでにどうする、開かないんじゃないですか、開かないんだ、開いたわ、嫌ですね、これセミいない、あ、なんか赤だ入ってんだよな、あ、やっぱりルーティーンは決まってんだ、うん、だからいつもこの時間でお腹痛くなんだから、確かに、なんか食べてんでしょ、うん、油も、ね、終電間際に、怖いんだよな、それちょ、やめてください、そこ見るの、上見んのやめて、やめてください、上見んのやめて、あ、やめて、上見んのやめて、上見んのやめて、それでいたらどうすんだよ。これなんだこれ、ただおじさんのルーティンを見せられて、おじさんのね、トイレを、うん、一緒だな、ずっと出しっぱなしだな、ずっと閉まってるし、何もないのが怖いんだよ、何もないで、
確かに確かに。これまた同じ。あ、今度はこっちの。そうすると何が出たかすら分かんなかった。あ、本当だ。何だった？何なんだ？お茶。お茶だろうね。シフトで走るの。うん。おじさんルーティーン。これタバコ。はい、タバコを。全く一緒だよ。これ繰り返さなきゃいけない。まだね、謎解きみたいのはないね。はい、ね、そうですね。全然ね。うん、このもうこれ操作できないですか。操作とかこれ 3,4 回この煙出さないと動かせないですか。そうだね。あ、そうなんですね。うん、出るっていう表示も出ない。これすごい。うわあ、なんかチカチカしてる。本当だ。あんななかったっすよね。なかった？なかった？あ、びっくりした。あ、何でびっくりしたの？そう、煙がもやってなったんで。チカチカしてなかったの？チカチカしてないですよ、絶対。してたでしょ。え？してましたっけ？え？してたら言いますよ。してなかった。してないじゃん。え？じゃあ変じゃないですか、さっきしてたのに。消えたのかな？何言ってんだよ。怖。もうちょっとずつ来てるわ。電車は？今度この辺で乗ってみよう。あ、来た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 。危ないよ。はい、黄色の線から内側に入らないでください。あの OL さん乗ってるかな。あの人気持ち悪いんだよな。今日こそ告白しようかな。いや、そういう恋抱いてました。その描写ありましたっけ。さあ、乗りましたよ。3車両しかなかったな。これでお気に入りの席に行くと。いつも通り。暗いなぁ。一応開かないと。はい。OL さんいるかな。いるとしたら次の車両。な、広告とかなくなってない。あ、確かに。本当だ。ね、ベルクラ企画がなくなってる。なくなってるわ。なんで？なんでだろう。もう契約終わったんじゃない？あ、いるいるいる。でも OL さんはいるよ。OL さんいる。うん。この女性またこの席に座っている。正直彼女がここにいると安心するね。俺も彼女と話してみようかな。へえ、ナンパですけどね。はい、こんにちは。暗くなってない？いつもだったらこの人と話そうとは思わないのに。でも一度話してしまったから話しかけやすいような気がする。はいはいはい、昨日話しかけたからね。昨日の事件のおかげだな。ね、昨日は無事に帰れましたか？はい、はい、残念ながら。残念ながら、どうして残念なんですか？あ、違う、逆じゃん。あ、俺でよかったら話を聞きますよ。OL さんが残念ながら帰れたと。そうか。でも今さら話すことなんてありません。手遅れ。え、どういうこと？うん、でもちょっとだけでいいんで、話すだけなら手遅れということもないのでは？いいえ、遅すぎます。何？何？ごめんなさい、大変だったんです。私はもう話したくないんです。許してください。うわー、変だな。変変変。わかりました。もう何度も会ったことがあるのでわかっているかもしれませんが、普段もこの時間の電車に乗っています。はい、覚えておきます。めっちゃ変じゃん。変だね。なんかずれてんな。なんか気持ち悪いですね。どういう意味？手遅れってなんだよ。じゃあいつもの席座るよ、そこで。はい。セミ気をつけてね。いや、本当にセミ怖えんだよな。やめてくれよ。また手遅れ、遅すぎる。あっ、びっくりした。何？セミいない。そこじゃないですよ。なんてこった。何？女の子一人こんなところで何しているんだ。女の子？女の子供はこんな遅い時間に列車の中を歩き回ってはいけません。パパ？パパじゃないよ。うん、違ったみたい。そうだね、パパのところに戻ったら。あのね、それなんだけど、パパがどこにいるか思い出せないの。窓で見たセミを追いかけてたら。あいつのセミか。また
知らないうちにここに来てしまったの。おじさん、パパを一緒に探してくれる？まだおじさんという年じゃない。42だ、俺は。おじさんだ、おじさんだよ。子供を一人にするわけにはいかないな。え、何？どういう意味？俺に選択肢はないわけだ。わかったよ。わーい、ありがとう、おじさん。おじさんって年じゃない。でも、おじさんはおじさんだよ。いや、42歳おじさんですよ。割と。行こうか。女の子？あれ、誰か座ってる。あれ、お父さんでしょ。うん、お父さん、娘さんですよ、お父さん。え？話しかけれない。違う？後ろ見て。違うのかな。違うのか。ん？それか、この子に話してから行くのかな。ちょっとおじさん、なんだい？おじさんに話したいことがあるの。何？言ってごらん。言ってごらん。パパの顔忘れちゃったみたいなの。怖いな。忘れた？パパは毎日スーツを着てるの。あ、いたよいたよ。そしたらだからおじさんも同じような服着てるから間違えちゃったみたいなの。あ、パパの顔わかんないからパパみたいな人に聞いてみるしかないと思うの。何言ってんの？そうか、あるあるだよね。どういう意味？いたからさっき。なしなしでしょ。いるんだよ、ほら。いますけど。この人でしょ。あった、ベルクラッキーか。あ、本当だ、復活した。ああ、すみません、ちょっといいですか？この女の子を知っていますか？何？なんでそんなグエイって。わからないな。違うんだ。ああ、いやいや、近っ。それついてくる。この女の子ってさ、ついてきてるでしょ。じゃあこの人じゃないんだ。この人じゃないか。ああ、車掌？あ、まだ、あれ？増えてません？違うか。でもいるわ、まだ。あ、いるいる。ん？うん、ベリーショートの、ベリーショートの女の子ですね。ね、ん？何音？なんか音がすんだよ。あ、何ですか？来た。この人だ。すみません、ちょっといいですか？この女の子を知ってますか？え？いや。え？その女の子どうしたんだい？この子がパパといたって言うんですけど、一人だったもので。こんな幼い子供が一人でここにいるなんてありえない。めっちゃ怒ってるじゃないですか。最近の親はどうなってるんだ。そんな怒る？君、その子よろしく頼むよ。はあ、怖いね、口調が怖いね。いやいや、それはもう和也さんのさじ加減でしょ。じゃあもうちょっと奥行くか。いや、増えてますって車両絶対。ほんと？あ、いたいたいた。でもこんなもんじゃない。この人だ。あ、こんなもんか。この人だ。この人、この人。黒！うわ！黒。すみません、ちょっといいですか？この女の子知ってますか？いえ、知らないな。ええ？あなたがその子の父親だと思っていたのだが。ああ、見かけたんだ。しばらくの間、その子があなたの隣で寝ているのを見て。え？懐かれているようだな。はは。何を笑ってるんだ。怖いな。俺がこんなことをしたくてやってると思ってるのか？確かに。え、寝てた？寝てた？寝てないよね。はい。じゃあ違うのか、まだ。あれ、いないわ。これで最後？怖いな、その唐突な窓。いや、ミュンって声の音した。ああ！声したよね。声した！ああ！え？何？なんかいびきみたいな。うめき声みたいな。うめき声みたいなの聞こえる。どっから？どっから？ああ！何？ああ！寝てる！寝てた。怖っ。酒臭い。あ、でもいるよ、ここ。いや、いないでしょ、ここ寝てる人。震えてる。あの、はあ、何をしてるんですか？俺をここから出してくれ。どこかしましたか？この列車で俺は見てしまったんだ。何？本当なんだ。何を見たんですか？わからない。この世のものではなかった。え？彼はひどく酔っているようだ。こんな話には付き合ってられない。何か見つけたら俺も教えますね。ところで、あなたはこの女の子知ってますか？え？あの、うーん、彼は寝てしまった。
これなんだよ。気持ち悪い。もうお手上げだぜ。いやでこんななかったですよ。シャリあったか。ああいるわ。この人だもん完全に。もういないですもんね、はい、この人しか。そうこれが全部同じ顔に見える。同じ顔なんだよな。すみません、この女の子知ってますか。知るか。あや。それと話しかけるな。怖っ。めっちゃ怒ってるじゃん。ありえない。この子の父親この列車に乗っていない。あれ乗ってないって。父親はこの子を置いていったのか。ああ。どういうこと。ええどういうこと。いなくなっちゃった。うわ行っちゃった。ちょっとちょっと車掌に言ってくるわ。逃げてってよ。これがさ最後か。あ、しますよ。開かないんだ。じゃああの子供を追いかけないと。追っかけるわ。びっくりした。なんで逃げてったの。しかも風車持ってたね。持ってましたね。あれさっき持ってました。いや持ってなかったけど、やっぱ風車前も出てきたよね。人形みたいなの持ってたじゃない。風車でしたよ。どこまで行った。次の車両にですかね。あ、OL。 あ、女の人がいた車両だ。急に出てこないでね。怖いな。あれいないじゃん。もう一車両あるか。もう一車両ある。でもそこ閉まっちゃってる。あなたが父親であることを知りませんでした。え、違うんだけど。違うよ。いや違うんです。この女の子は私の娘ではありません。 その子はあなたと何か関係があるんですか。いやありませんよ。なんで彼女はあんな顔してるんだ。それじゃああなたはその子の何なんですか。その子なんて。怖っ。港の横、横浜、横須賀みたいな。あんた言ってました。あの子の何なのさ。何なのさ。俺はただの見知らぬ人です。この子が俺をパパと間違えたんです。この子がパパを一緒に探してほしいっていうのを探してます。そうなんですね。勘違いしてました。女の子をさらったかと思って。あ、なんだって。俺はそんなことしてない、でどこ行った。そのいないんだよ。だっていないじゃん。その子がいなかった。この子って言ってるけどいないんけどな。もう怖いな。そろそろ。あ、何。女の子どこ行ったんだろう。いないね。いやもうこれ恥だよ。そうだよね。こう、あ、いたいたいた。いるなぁ。なんでよ。どういうこと。なんで視点が持った。なんでよ。またい、あ、来た。あれ女の人がいない。女の人いない。追うよ。とりあえず何。追っかけて追っかけて。早い早い。怖い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 。走ってます。あー見なくなっちゃった。怖いよ。何？どこまで行ったの？人が誰もいなくなった！やめて！あ、怖い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 。誰もいないよ。誰もいない。めっちゃ怖い。何？いない。何？上になんか…あぁ！やめてよ！あれ？夢か。夢？ここが俺の降りる駅だ。え？それにしても一体何だったんだ。夢だったのか。夢と現実の区別もできなくなってるのか。疲れすぎているのかもしれないな。